オーストラリアニュージーランド共催の女子ワールドカップは、現地8月3日にグループステージの全日程が終了し、ベスト16が出そろった。フォト、華やかにピッチで躍動ーシュ。欧州ニュージーランド女子 W 杯を彩る、美しきプレイヤーたち、を特集。アジア代表、AFC、として出場したのは開催国のオーストラリアを含め、日本、韓国、中国、フィリピン。 ベトナムの6カ国。残念ながらラウンドオブ16に進出したのは日本とオーストラリアのみ、世界の勢力図を刷新するには至らなかった。この点に注目し、先行きを不安視するのが中国メディア、総不退クだ。やっぱり日本は強かった。中国は昨年の女子アジアカップで日本と韓国を破って16年ぶりの優勝を遂げたが、日本にはまだまだ総合的な力で遠く及ばない。 スペインに4対0で勝利するなど、我々のはるか先を走っている。中国は今年でも州としても欠点が多く、今大会でも世界トップとの差が改めて大きいと思い知らされた、と論じる。中でも脅威に感じたのがアフリカ勢の躍進だったようだ。アフリカはわずか4枠しかなかったが、南アフリカ、モロッコ、ナイジェリアの3チームが決勝トーナメント進出を決めた。 アジアは予選免除だったオーストラリアを除いた5枠で出場したが、終わってみればベスト16は日本だけ。中国とフィリピンは1勝を挙げるのは精一杯で、1ポイントのみの韓国と全敗のベトナムは共にグループ最下位に沈んだ。今後はアフリカ勢に出場枠を取られるかもしれない。さらに同メディアは抜本的な強化や育成に着手しなければ、男子サッカーと同じように中国女子代表は、 日本は愚か韓国、オーストラリアとの差も広がる一方となるだろう、と悲観。となればワールドカップ出場枠はあと2つしかない。北朝鮮が復帰してくれば難敵だし、フィリピンも対等著しい。世界大会で躍進するどころか、大会に出場することそのものが目標になってしまう可能性がある、と嘆いた。アジア女王として臨んだ中国女子代表。 初戦でデンマークに0対1で敗れ、第2戦でハイチに1対0で競り勝ったものの、最終戦でイングランドに16とコッパ未人に粉砕され、1勝2敗でグループステージ敗退に終わった。総不退クは、将来に向けて不安が増大した、と記している。